2024年1月8日午前3時、日本時間午前10時までに調べたウクライナ中東の戦況です。ハイライト、戦況図の説明が終わった後に、注目したい事柄、トピックスをお伝えします。1月7日のハイライト。7日、日中は前線で合計29回の戦闘が発生しています。戦闘回数は確実に減っており、ドニエプル川の東岸で連日10回以上続けていた攻撃も損害のためか激減していますし、ノボミハイリウカ付近ではウクライナ軍の反撃でロシア軍部隊が山を乱して敗走する笑える事態も発生しています。詳しくは地域別戦況報告で。ロシア軍の損失に関わる報告。戦死した兵士の数860名、7日間平均786名となっており、前日よりわずかに増えたものの、あまり大きな変動はありません。航空機を含めた損失額は8588万ドル相当と推定されています。地上装備の損失は122台、7日間平均の損失台数は94台となっており、主要兵器の損失数は無人機24機、戦車4両、砲36門、多連装発射機1門、装甲車両22両、非装甲車両45両、対空システム4台となっています。前日に比べて砲の損失がかなり多くなっており、ウクライナ軍の対砲兵戦の効果が出ています。空爆に関する報告。ロシア軍の空爆回数は84回、7日間平均は74回となっており、そのうちロシア軍は黒海沿岸のアハタルスク地域、ロシア連邦クラスノダール地方から28機のシャヘド攻撃用無人機で攻撃し、ドネツク地域の一時占領地域から3機の S-300 対空誘導ミサイルで攻撃を行っています。21機のロシア軍 UAV が破壊されました。ウクライナ軍の空爆は、ロシア軍の集結地、あるいは基地に対するもの19回、対空関連目標1回の計20回実施されました。長距離打撃兵器に関する報告。ウクライナの長距離ロケット、ジーマーズ、エイタクムスなどによる攻撃は、ロシア軍の集結地、あるいは基地に対するもの4回、対空関連目標5回、砲兵システム目標3回、倉庫、弾薬庫などで1回、指揮所2回の計15回実施されました。天候に関する報告。2024年1月7日から8日、北部と東部で大雪、西部は小雪、南部では雨からみぞれ混じりへ変化。風は東から吹き、毎秒5から11メートル。気温はマイナス5度からマイナス10度へと下降し、非常に寒い状態が予想されます。1月9日から10日、火曜日から水曜日。全ウクライナで時々曇り。最低気温はマイナス15度。1月11日、木曜日。ウクライナ全域で小雪。最低気温はマイナス12度。一気に最低気温が下がってきます。10日あたりがピーク予定です。ロシア経済の指標。1ユーロに対して 99.42 ルーブル。前日終わり値は 98.75。前日より 0.33 ルーブル高い。1ドルに対して 90.93 ルーブル。
前日終わり値は 90.93。前日と同じ。1円に対して 0.63 ルーブル。前日終わり値は 0.63。前日と同じ。ロシア側での爆発、炎上。マリウポリ市長顧問のペトル・アンドリュシチェンコ氏は7日、ウクライナ軍がマリウポリ北のフラニトネ村一帯で建設途中の鉄道橋、燃料タンク、土木輸送施設を破壊したと述べました。ロシア軍はロシア領内から続く鉄道網の建設を進めており、急ピッチで建設を行っていますが、たびたびこのような破壊工作を受けています。次に、戦況について、戦況図を使ってご説明します。クピヤンシク方面。ロシア軍は、戦術的な位置を変えようとして、シニキウカとイバニウカに対して、計2回の攻撃を行っていますが、攻撃はすべて撃退されています。地域ははっきりしませんが、M1 エイブラムスが戦場近くに到着したようです。戦場はまだかなり泥濘状態のところがあり、車両の前進が阻まれているようです。しかし、激しい寒波が来ていますので、間もなく地表も完全に凍り始めるかと思われます。スバトベ方面。この方面でロシア軍は、地上部隊の攻撃は行わなかったものの、珍しく、ベレストベに空爆を行っています。クレミンナ方面。数日前にお知らせした通り、テルヌイの東でグレーゾーンに侵入して、ウクライナ軍との間合いを詰めてきていたロシア軍ですが、7日は攻撃を行っています。計3回にわたって西方向に進撃しましたが、すべて撃退されています。シベリシクリシチャンシク方面。この方面ではロシア軍の攻撃、ウクライナ軍の反撃ともに情報がありませんでした。東部バフムト、アルチェモスク方面。バフムト市内及びその周辺の戦況です。先日来、この方面の攻撃は減少しており、7日もアンドリーユカ付近で1回きりの攻撃を行っただけでした。攻撃は失敗に終わっています。また、ドルージバに対しては空爆を行っています。バフムト郊外で無人機を迎撃するウクライナ軍の英鋭部隊。Я думаю, что это по дронам.
меня вообще, блин. Это понял? Это новый фестиваль, блядь, рок-музыки. Тобы Донецкши фомен китагава. Россия гун ва Новобахмутюкафкин Aで5回の攻撃を行い、アウディーユカの西側ではペルボマイシケの北と南 G の2方向で11回の攻撃を行っています。どちらの攻撃も航空支援を受けながらの激しい攻撃でしたが、ウクライナ軍は善戦し攻撃をすべて撃退することに成功しています。ただしペルボマイシケの北でロシア軍はわずかに支配地域を広げることには成功しています。東部ドネツク市方面南側、マルインカ付近とノボミハイリウカ付近でもロシア軍は攻撃を続けており、7日は航空支援を受けてウクライナ軍の陣地を突破しようと試みています。ノボミハイリウカは東と南の2方向から町の郊外にあるウクライナ軍陣地に対してロシア軍機構機械化部隊が一斉に攻撃を行ってきましたが、ウクライナ軍はこれを確実に撃退した後、反撃に転じてウクライナ軍陣地間際まで近づいていたロシア軍陣地を破壊、ダッシュしてロシア軍を町から遠ざけることに成功し、グレーゾーンを広げることに成功しています。ロシア軍は反撃があると想定していなかったのか、かなり混乱しており、山を乱して逃げるように撤退したようです。ロシア軍は他に、クラスノポリウカとヘオルヒーウカに対して空爆を行っています。南部ザポリージャ州方面、ベリカノボシルカ攻撃軸。この攻撃軸ではロシア軍の攻撃、ウクライナ軍の反撃ともに情報がありませんでした。オリヒウ・オレホバ攻撃軸。ベルボベの西でロシア軍は一度だけ攻撃を行っていますが、すぐに撤退しています。探りを入れるための威力偵察であった可能性が高いです。南部ヘルソン州方面、クリンキ村付近では7日もロシア軍は攻撃を行ってきましたが、今までの損害が大きすぎたのか、7日は2回しか攻撃がなく、その2回ほどの攻撃でも装甲車両複数を失って後退しています。中東イスラエルおよびシリアの状況。イラクとシリアのイラン代理部隊がアメリカ軍に対する一連の攻撃を実行に移しています。これまでも行われていましたが、革命防衛隊の幹部の殺害以降、規模も回数も増加しているようです。アメリカ側には、10月以降の一連の攻撃で多数の負傷者が出ており、うち1名は意識不明の重体のようです。負傷者の多くは軽傷ですので、米軍としては目くじらを立てるほどの損害ではないという話もありますが、何度も繰り返し攻撃を受けています。
新イラン系武装民兵に対しては、フーシ派に最後の警告をしており、米軍はこれらの武装勢力に対して一斉に攻撃を加える可能性も出てきました。ヒズボラとイスラエル国防軍、IDF との戦闘は続いており、7日は IDF の激しい空爆と砲撃で、ヒズボラの軍事施設など複数が破壊されています。戦いというより、IDF 側の一方的で激しい攻撃であり、ヒズボラ側はほぼ何もできていません。イスラエルは全く容赦なく徹底的にヒズボラを叩いています。こちらも南部レバノンでの映像ですが、二次爆発が確認できますので、弾薬庫などが攻撃された可能性が高いです。イスラエル軍はハマスや他のテロ組織のテロリスト8000人を殺害した後、ガザ北部、ガザ市を含むを制圧したと7日に発表しました。しかし実際は数カ所で衝突が続いているようです。特に難民キャンプ周辺では戦闘が繰り返し行われています。こちらはガザ地区の難民キャンプに対して行われた空爆の様子です。誰がいるかわからないのですが、容赦がありません。容赦ないしか言葉が浮かびません。すみません。次に注目したい事柄です。新ウクライナパルチザン運動のアテストは、その工作員がロシアのモスクワ地方バラシ派のジェルジンスキー師団に侵入し、対ウクライナ戦争に参加している軍人の個人情報を入手したと発表した。彼らのデータは関係当局に転送されました。ノエルリポートからです。このアテストはクリミアなどでも活躍しており、クリミアのロシア軍部隊に侵入して、同様に情報を抜き出してウクライナ当局に提供したりしています。ロシア国内に非常に広範囲にネットワークを構築していると推定されており、多くの情報をウクライナ側に流す一方で、破壊活動なども稀に行っているようです。
日本の外務大臣が今キーウに行っているようですが、地上波ではニュースになっていますでしょうか。どういう内容が協議されているのかは具体的な情報はまだありませんが、ウクライナの外務大臣との協議の後にいろいろと出てくると思います。協議を待たず日本からの支援の一部は公表されており、日本はウクライナへの追加援助として NATO 基金に3700万ドルを割り当て、これらの資金は対ドローンシステムの購入に充てられるという発表は上川大臣から表明されています。それ以外の支援が気になっているのです。日本がどういう覚悟でどういう支援を行うのか関心がありますので、続報が入ればお知らせしたいと思っています。ジャーナリストの山口範之さんは、バイデンから岸田が巨額のウクライナ支援を押し付けられたとご自身のチャンネルで何度もお話しされていますので、そのあたりの情報も含めてとても気にしています。近藤はロシアに勝つための支援は日本はするべきだと思っており、結果的にそれが日本の将来に良い影響を与えると思っています。ただバイデンの点数稼ぎの道具にされるのは胸クソ悪いのでごめんだとも思っています。もしロシアがウクライナでの目的を達成することを許したら、彼らはモルドバ、おそらくバルト三国か、その他の国に侵攻することになるだろう。ウクライナが必要とするのは、自国の軍事予算のほんの一部だけだ。我々は、ウクライナの勝利を支援しなければならない、と元 CIA 長官、デビッド・ペトレイアス氏は語った。CNN の報道からです。ウクライナが負けて、ウクライナがロシアの影響下で運営される国家になった場合、欧州の他の国々に対する脅威は一気に上がるのは間違いありませんが、ロシアのこの動きを見ていた他の権威主義国家にも悪い影響を与えるでしょう。具体的には中国共産党です。これらはならず者で、普段から他国の領海に侵入したり、係争地に勝手に施設を作るなど、話し合いなどはする気もなく、自分たちの都合だけで行動します。このような国を勇気づけることになるでしょう。ウクライナは、どうあってもロシアに勝って、領内からロシア軍を追い出さないと、アジアでも大きな問題が生じる可能性が高くなります。北朝鮮指導者の妹、キム・ヨジョン氏は、北朝鮮軍はすでに安全装置を取り外し、戦闘の準備ができていると述べた。もう一度説明させてください。我が軍はすでに安全装置を取り外しています。軽微な挑発の場合、我が軍は直ちに軍事行動を開始します。ネクスタ TV の記事からです。この国は、日常的に威嚇してきますが、今回はいろいろと本気で挑発行動を行う可能性が高いと見ています。いくつか理由がありますが、そのあたりは火曜日のニコニコライブでいろいろお話をしたいと思います。1月5日から3日連続で韓国領ヨンピョン島沖に数百発の海岸砲を撃ったようで、慌てた韓国側は島民に避難命令を出して、軍の警戒度を高めました。今は、自宅に留まって外出しないように、命令の内容を変えたようです。今後は、もっと危ない挑発を行ってくるはずです。ロシアの継戦能力についての話題です。ロシアは2023年に1600両の戦車を軍に納入したとされています。その多くはモスボール保管されていた戦車を回収したものですが、一方で開戦以来3000両以上の戦車を失ったともされています。
これらの数字が正しい数字かどうかは正直わかりません。ただいくつかのメディアが似たような数字を出してきていますので、大きなブレはないものと思われます。しかし10月から始まったアウディーユカ方面での攻勢では、2ヶ月間で400両を超える戦車を失っており、これは2023年1年間に供給された戦車の4分の1ですので、供給される戦車の量より失う量の方が圧倒的に多いです。おそらくこのペースでいけば2024年は古い戦車だらけになっていることでしょう。ロシア軍は他に装甲戦闘車両を2000両以上、砲を1500門以上、多連装砲も1500両以上供給した模様で、2024年はさらに増えるでしょう。弾道弾や砲弾、ドローンなどはイランや北朝鮮製のものを輸入しており、全体的に数は揃えられる可能性がありますが、前線での損害が大きすぎて揃えた数が戦場で随時消耗されるなら、長期戦になるだけで勝つことはできないでしょう。ただ人の数では圧倒的にロシア側が優位であり、ロシアは予備兵力を最大限に動員すれば2000万人と言われています。ウクライナ軍はどう頑張っても届かない数字です。しかしウクライナ軍は装甲戦力の不足分、砲兵の不足分をドローン軍を編成して補おうとしており、一部はそれに成功したと見て良いと思っています。特に防戦時においてロシアの装甲戦力が戦場に到達する前にドローンと砲兵で無力化する試みはかなり成果を出しています。今後は攻撃時に敵の陣地をいかに無力化させるかを考え、実現できればロシア軍を追い出せる可能性が見えてきます。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。